東京商工リサーチによりますと、4月中に予定されている食品の値上げは5075品目に上り、今年に入ってから2番目の多さ。家計への負担はまだまだ増していきそうです。明日から新年度です。自転車に乗る際のヘルメット着用の努力義務化がいよいよ始まります。そして明日から法改正により、自転車に乗る際のヘルメット着用が努力義務化されます。 今日午前の鳥取駅前、自転車で道行く人のほとんどがヘルメットを着用していませんでした。ご存知です。はい、知ってます。明日からどうされます。えっと、ありますので、家に。今日は。<laughs> 暑いしね。なんかちょっと、まあ、今日まではいいかなと思って。たまに怖いって感じる時はあるんですけども。頭を締め付けられるの感じが、ちょっと苦しいというのが。ありますね。

前の部分を手で押さえながら、後ろのダイヤルで大きさを調整すると良いとのこと主にこめかみが痛くならないぐらいの、まあ、痛みが出ないぐらいの締め具合にしていただければ良いと思いあごひもは前後左右を確認する動作の余裕分として、指1本が入るぐらいの隙間が望ましいということです死亡した人のおよそ6割が頭部の損傷が原因という自転車事故。 こちらの男性、自転車競技のレース中ではあるものの倒れた別の自転車に乗り上げ意識を失ったことがあるといいますまあヘルメットがなかったら死んでたかもしれない自分の身を守るために必要だと思います、ね、そして医療でも明日からある変更がこちらの機械、マイナ保険証を読み取る機械なんですが明日から医療機関などで設置が義務付けられます 国は健康保険証を来年秋に廃止し、マイナンバーカードと一体化する方針で、4月からは医療機関に対し、オンライン資格確認システムの導入が義務化されますマイナカードを機械に置いて、顔認証を行って、あとは簡単なアンケートに答えるだけで、操作は完了します。 やはりその過去の健康診断ですとか服薬状況そのあたりが確認できることは診療する上でも患者さんにとってもメリットがあるのではないでしょうかこうした中4月からさらに変更となるのは受診料マイナ保険証をめぐっては国がマイナンバーカードの普及を目指す中現在従来の健康保険証とで受診料に差がついています これがさらに4月から12月までの期間限定で健康保険証での受診料のみ上がります。結果、初診の場合3割負担ではその差が12円に広がります。コスト面でも若干のメリットが受けられるのかなと。一方で義務化されたのにシステムの運用が開始できない、そんな事態が起きています。 カードの読み取り機はすでに届いてはいますけども通信用のコンピューターがまだ入ってきていなくてその設定も必要でそれは一応、月頃にに。なるという,ふうに厚生労働省によると義務化対象施設でのシステムの申し込み数が99%に対し導入準備が完了していない施設は24%。 こちらのクリニックでは、去年9月ごろに申請の手続きを行いましたが、年が明けてからようやく連絡が来たと言います。全国の医療機関を一気にしようという話なんで、当然のことながら、マンパワーとかいろんな問題、あともう一つは、昨今、コンピューターの部品が足りないとかいろんなのがありましたう、ね、ああそういうこともあって、間に合わないという状況が起きてるんじゃないかなというふうに思います。 国は申請をしても整備が完了していない医療機関のため、半年間の猶予期間を設けましたが、医療現場からは不満も漏れています。ここ最近、ですね、コロナでずいぶんいろいろこう医療機関ってあたふたあたふたしてるわけなんですけど、そこにさらにまたマイナンバーカードの対応をうんぬんで,です、ね、神経を使わざるを得ないというのは、非常に負担になると思います。マイナー保険証、すべての医療機関で使うには、まだ時間がかかりそうです。